こんにちは。今回は iHerb という通販サイトからプロテインが届いたのでレビューをしたいと思います。1つ45ドルで、合計7600円ぐらいで届きました。配送料込みで。iHerb では初回購入者の方限定で値引きのサービスを行っています。商品を買う際にクーポンを入力する欄があるんですけど、そのクーポンコードを動画説明文の方に書いておきますので、興味がある方がいらっしゃいましたら見てみてください。今回はチョコレートとクッキー&クリーム、合計4.5キログラムを購入しました。今回はちょっとチョコレートの方を飲んでみたいと思います。中身はこんな感じです。チョコレートのいい匂いがします。いつもはこのコップが中に埋まってたりするんですけど、今回たまたまでしょうか。ツインラブのおかげか、コップが上の方に最初からあって、苦労せずに済みました。では早速飲んでみたいと思います。泡立ちも大したことがなく、よく溶けてると思います。匂いもチョコレートで、化学薬品のような不自然な匂いはしてないですね。水で割ってるのですごく美味しいってわけじゃないんですけど、チャンピオンと大差なく普通に飲めますね。牛乳で割った場合はすごく美味しかったです。おすすめです。ということで、プロテインのレビュー動画でした。今まで買ってたプロテインが値上げしちゃって、他に安いところがないかなと探してたんですけど、割引サービスのあるいいところが見つかって満足してます。安く買えてよかったです。ではこの辺で、最後までご視聴していただきありがとうございました。